カプロニー CA60 カプロニー CA60 トランスアイロは100名の乗客を乗せて大西洋横断飛行を横断する計画のもとにイタリアのカプロニ社によって製造された9枚の主翼を持つ試作飛行艇。8機のエンジンと3用で3セットある主翼が特徴。機体の安定性を保つために両脇にフロートが取り付けられている。 前後三列に三洋の主翼を持つ世界で唯一の機体である。まだ航空機の黎明期に近い時代に100人の乗客と共に大西洋を横断するという当時としては桁違いに野心的な計画のもとに生まれた巨人機だった。カプロには第一次世界大戦において CA-36 等の多発大型爆撃機で成功した経験を持っており、 その経験を生かした設計であった。この試作機は1921年3月4日、イタリアのマッチョーレコで、乗客60人分に相当する重量を積載して、試験飛行を行ったが、ごく短い飛行をするに止まった。機体はわずか60フィートの高さまで上昇しただけで、その後すぐに墜落。機体は衝撃で破壊され急速に浸水、数分で湖の底に沈んだ。 パイロットは脱出に成功したため死傷者は出なかった。カプロには機体を回収、これを修理して試験続行が考えられていたが、実際に修理に着手する前に火災が発生し1機だけの試作機は消失してしまった。ありがとうございます。